林駅は、江戸時代初期の儒学者、歌人。兄、林羅山と共に、江戸幕府に仕え、初期の幕政に参画した。天正13年、京都に生まれた。兄、林羅山に、同学、稼働家に和歌を学び、慶長9年9月9日、藤原聖歌に初対面して、啓発を受けた。たびたび緩和連句会に参加し、慶長13年から一下道場後、 源氏物語について論争した。慶長13年3月27日、寸府城で徳川家康に拝越し、江戸に出て徳川秀忠にも面会した。慶長14年長崎に派遣された。慶長17年江戸に出資し、武蔵国河原武器村550国を治療し、常に禁止して訴訟の裁定を行った。慶長19年と、 慶長二十年を大阪の陣に随行した。源那二年四月十七日、家康の死後、南高坊天貝と上落し、菊亭春末と家康の信号歌詞について協議した。同年十二月二十一日、徳川秀忠のお話集に加わった。官営三年上落に随行し、九月二条上行校の、時、老中、執事の表儀に参加し、校長類演等を賜った。 寛永4年3月3日、羅山、維新スーデンと高市原因礼拝の処方、9月17日、堺忠代、土井都市勝、スーデン、羅山と、オランダ国王の書簡について協議した。寛永6年6月等神寺の葬儀のため上落し、12月30日行部教、法院に除された。寛永7年12月、秀忠の看病にあたり、 寛永九年一月二十四日死去すると、天海、スーデン、ラザン等と死亡について協議した。同年十二月時定を消失し、大地を賜った。寛永十一年ラザンと日光東照宮、増上寺の年中行事について専文し、寛永十二年春ラザンの武家書八と十九条の起草に加わった。寛永十三年十二月朝鮮通信史の儀式。 検討書館について協議した。官営15年8月19日江戸で死去し、忍川が丘聖堂北宮に葬られ、牛込に改装された。若返し、官営15年の夏、ありがとうございます。